飛びます。パラセール開けます。翼を出すと、なんとこの広大なハイラルをほぼ無限に飛び続けることができます。はい、どうもネクラスです。ただいま、ティアーズ初見プレイ中なんですけれども、こちらのズダウリアの翼のめちゃめちゃ有能な使い方を発見したので、シェアしていきたいなと思います。この技を見つけたのは、あとパート10ぐらい先の話になると思うので、現在私の初見プレイの実況動画を追ってくれてる人は、あと1週間ぐらい先の話になると思うんですけれども、こちらの翼というズダウリアは、大体扇風機をつけたり、滑車をつけたりして、滑走路からね、飛び立ったりすることが多いと思うんですけど、これね、実は空中で出せるんですよ。そのことについ最近ほんのさっき気づいたんですけど、空中から出すとこんな感じに空中で乗ることができます。つまりよ、高くから飛べれば無限に滑空ができます。さて、自分は次ゲルド地方に行こうと思ってるので、この状態でパラセールを開けます。そして翼を出します。で、あとはこの翼に乗るだけなんですけど、これ乗るのがちょっとね、意外と難しかったりします。出して、こう！よしよしよし！あとは、こちらの足の真ん中に立てば、飛んでいけます。向きはあっちやね。ちょうどあそこがゲルダ砂漠なんで、まあ、あそこの塔に向かって、行きましょうか。で、この翼なんですが、制限時間が実は設けてありまして、多分1分2分ぐらいしかないんですけど、まあ、制限時間なくなって途中で潰れちゃっても、また空中から出せばいいので、在庫さえあればもう無限に永遠に滑空できます。これやべえよな。もう行きたいところあれば、この翼さえあれば、ノーアイテムで。いや、まあ、翼がある時点でノーアイテムっていうのはなんか矛盾してるような気がするけど、もうほぼほぼノーアイテムで、世界のあらゆる場所に一飛びで行くことができると。まあ、速度自体は右下のミニマップ見る限りあんまり出てないんですけど、まあ、でも障害物なしに一直線に行けるってことも考えれば十分な速度なんじゃないのかなと思います。そして翼の耐久値というか、残り時間が来てしまったのでそろそろぶっ壊れるんですけれども、まあ、壊れちゃったらまたパラセール出して、空中で翼を出しながら、いやーん！ん？いけた。もしかしたら空中で停止してから出すのが正解なのかもしれない。ちょっとここはまだ検証不足なんですけど、この後ちょっと検証していこうか。さあ、二つ目が壊れちゃったが、しっかり静止してから、出すと、あ、いい感じ、いい感じ。ちょっと操作ミスったけど、しっかり静止してから出すと落ちてくれるから、まっすぐ行って、降りると。うん。結構コツはつかめてきたかもしれない。さあ、到着。みんな見て。ここのハイラルの、ここからもうすべての、ここか、監視塔か。こっからもうすべての障害物を飛び越えて、一直線でここまで来れた。これが、ティアーズの移動方法と、いうことになりますね。あれ？なんかこれつかねえ。ちょっと。ま、ここは、この動画の趣旨とは関係ないんで、ここはちょっと一旦スルーするんですが、例えば、ここから行く場合でも、しっかり静止した状態で、翼を出しまして、前に行ってから B でキャンセル。これで乗る。うん！コツつかんだ。こうすれば別に高台からね、あっちの上から飛ばなくても、ちょっとした崖からでもこうやって滑空することができると。もうこの翼っていうアイテム、こちらのこのアイテム絶対にティアーズでは必要不可欠。RTA でもたくさん使われるであろう神アイテムですね。例えば、こっから、まあ向き変えたい場合はこうすればいいんですけど、こうやって方向転換もすればいいんですけど、まあ何らかの操作ミスで落ちちゃったってなっても、しっかり静止した状態から出して前に行って降りる。そしたら乗れる。これよ。これがティアーズの移動方法よ。というわけで、今回の動画はここまでになります。まだ初見プレイ中なので、全然わからないことも多いんですけど、こういった楽に何か移動ができる方法であったりとか、スクラビルドなり、マスターハンドじゃなくて、ウルトラハンドとか、いろんな使い道をね、発見したりした人は、コメント欄で教えてくれたらなと思います。みんなで情報を共有して、こちらのティアーズ、まだ発売して1日ぐらいしか経っていませんが、どんどん盛り上がっていきましょう。というわけで、ちょっとね、短いですけれども、ネクロスでした。バイバイ。